前田義康は、加賀藩の、第十三代の藩主、後、加賀藩知事。加賀前武十四代、第十二代藩主、前田成康の長男。内閣総理大臣、小野文踏丸の外祖父。天保元年5月4日、藩主、前田成康の長男として、江戸に生まれる。母は、第十一代将軍、徳川家成の娘、安姫。幼名は犬千 天保四年、大奥にて、初めて将軍家成に越する。天保九年三月、署名を理事とする。天保十二年十二月、又左衛門と称する。松平の名字を与えられる。天保十三年二月十五日表向きに、初めて途上、将軍家吉に越し、同月二十二日江戸城にて元服し。 正洋に下左婚主権少将に任じられて、筑前神を称し、家吉の変記を授かって、吉安に改名した。永五年十二月左小野江県中将に、安政五年十一月正四以上に上る。源氏元年五月、成安に代わり上落した。御所の警備に当たっていたが、病がちになり、七月に起こった禁門の変では、 長州藩と幕府の圧戦を試みたが失敗し、病を理由に退京し、大見国海図にいたため、長州に内通した疑いを受けた。このため、成リにより、幕名に背き御所の警備を放棄したとして、金沢で禁止を命じられた。この時、側近の松平光生や大野木中三郎をはじめ、多くの側近たちが、成リや本田正平らの手によって処罰されている。 慶応元年4月、謹慎を解かれる。慶応2年4月4日、ナリアスから家督を譲られたが、実権は依然としてナリアスが握っていた。同年5月10日に賛議に任官する。戸場・伏見の戦いにおいては、王政復古宣言を察し受け関心とものせいであるとし、ナイフ様子をご協力するためとして、出兵を決めている。しかし、鳥羽、伏見の戦いは、 わずか3日で決着。在京の家老、前田公爵は朝廷に呼び出され、加賀藩の動向を砂漠の国論であるとして厳しく問いただされる事態に。公爵は国に有機後輩に関わる一大事であるとして急ぎ、国元へ使者を派遣、小松まで進軍していた軍勢は金沢へ引き返すというドタバタを演じた。その後、加賀藩は勤労で反論を統一し、 北越戦争にも新政府側で参戦している。なお、上野、関英寺の関樹で、上野戦争後、欧州に逃れ、奥越列藩同盟の名手に報じられた、林王寺宮高原邦神王が、加賀中納言、金沢最小宛に発給すべく寄贈された領事が残されている。状況から、寄贈されたものの、実際には発給されなかったものと見られる。 明治2年6月に金沢藩知事となり、7月に13位に除される。明治4年の廃藩知見により、8月に東京に移る。その後、結核と思われる肺疾患にかかり、明治7年5月22日、療養先の熱海で父に先立って死去した。去年45、明治26年7月に12位を送られた。後世 三田村遠慮は赤門にまつわる逸話として、次のような話を記しているが、資料の裏付けはない。祖母のおみよの方は、多くの牽制を固めようと、吉康のおじである将軍、家吉の生死家貞が病弱であるため、自分の孫にあたる吉康を軽視にしようとした。そこで、おみよの方は、 家なりの遺言書を家吉の着信家貞を13代将軍とし、吉安を家貞の養子として14代将軍にするという内容に偽造したというものである。ありがとうございます。